TZ-45 短期艦銃は1944年にイタリアで開発された短期艦銃である。二人のイタリア人兄弟、トニオジョルジュ・ジョアンドソ兄弟によって設計された短期艦銃である。TZ-45 は同時期に開発されていたフナブ -43 と比べ、当時の状況下ではより機体が持てる武器の一つであった。銃全体には、 フレス加工が用いられ、各パーツは溶接で組み合わされていて、外面の仕上げは最低限度であった。全体的に大量生産が容易に行えるように、重症から重心に至るまで全て金属で作られた。発射機幹部には、ブローバック式が用いられ40発の箱型断層を採用、弾薬には 9mm パラベラム弾を使用した。 射撃時の反動を抑えるために重工にはコンペンセーターが装着され射撃は機関部右側面の切り替えレバーを回すことでフルセミオートの切り替えができた射撃切り替えレバーを安全位置にするとボルトを固定することができた弾倉挿入口の背面には第二の安全装置として握ると解除されるセーフティレバーが設けられていたこの安全装置はボルトを 全身位置か、交代位置かを問わず固定することができた。そのため、ボルトハンドルを引く際には、同時にもう一方の手で、セーフティーレバーを握る必要がある。重症は、棒状の金属製型ストックで、前後方向へ動かして、展開、収納できた。ただし安定用のフォアグリップなどは装着されず、射撃時には全部に装着された弾層を握って、射撃するため、 イギリスのステンガン同様に、機関部の相談不具合が少なからず発生した。生産されたすべての TZ-45 は1944年から、翌年の1945年までの間に、約6000兆ほどが、イタリア各地の中小企業で製造され、第二次世界大戦末期の北部イタリアの戦いでは、イタリア社会共和国軍とそれに反抗する。 イタリア人パルチザンなど、両陣営で使用されている。戦後余剰となった TZ-45 の多くは、アメリカ軍を呼び、イギリス軍によって回収され研究調査されたが、両国の研究者は、共に、材質の悪さ等を理由に TZ-45 に、対して、高評価を示さなかった。その後、1952年代に入ると、ネビィン指導のもとに、 自国製武器の開発に注目していたビルマ政府によって TZ-45 は再び注目されイタリア人技師を招くなどして徹底的に研究された。そしてビルマ製 TZ-45 でもある BA-52 を後に開発している。BA-52 の完成後はラングーニア・イニア湖付近にある軍需工場などで量産が開始され、 ビルマリク軍の標準サブマシンガンとして採用された。しかしながら完成した b a 5 2も TZ-45 から続く材質の悪さや機関部の不具合までもが受け継がれており、後に兵隊の間では b a 5 2にはネビンのステンガンという別称が付けられている。その後、ミャンマー軍は イスラエル製の宇治短期間銃を1990年代に国内でライセンス生産して装備したため、現在では第一線を離れているとみられる。ありがとうございます。